商店街なのだ。看板が壊れかけてるよ。それも味があっていいのだ。昼なのに中は暗そうだよ。とりあえず早速中に入ってみるのだ。この商店街も誰もいないよ。まあだいたいこのチャンネルで行くとこは人がいないのだ。このアーケードは大門商店街の飲食店街なんだって。大門商店街の一部ということなのだ。しかしお店が一軒もやってないとは寂しすぎる。多分夜のお店が多いのだ。このメインストリートの横に北通りと南通りもあるらしいよ。それも後で見てみるのだ。ところで Google マップのストリートビューでこの通りを見た時も左の青い車止まってたんだよね。まあそれは別に何の問題もないのだ。あれ右側の店、路上にソファーが置いてあるみたいだよ。まあいろいろとおおらかな商店街ということなのだ。飲食店街って書いてあったんだけど、どっちかというと飲み屋街って感じがする。確かに普通のレストランとかカフェは見当たらなかったのだ。このメインストリートは車が通り抜けられるらしいのだ。確かにそれくらいの幅はありそうだよね。ここがさっき話してた北通りなのだ。こっちはちょっと道幅が狭そうだね。これは完全にスナック街なのだ。でもこの路地裏感がいい味出してるね。それは残念だ。なのでもし行くなら3月16日までに
南通りの側の入り口だね。レトロ感がたまらないのだ。ここをまっすぐ行くとランタン通りになるんだね。その通りなのだ。助走バーだって扉がなんかとても怪しい感じ。一度入ったら出てこれなさそうなのだ。あと商店街を出たところにもレトロな建物があったのだ。本当だ。でも残念ながらお店やってなさそう。ということで今回はこれで終わりなのだ。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。